おはようございます。7月3日月曜日の全国の天気をお伝えします。梅雨前線の活動が活発となります。九州では激しい雷雨となり大雨の恐れがあります。道路冠水や河川の増水氾濫、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。自治体からの情報もこまめにご確認の上、身の安全を第一にお過ごしください。その他近畿地方でも天気は変わりやすく、関東も天気急変の恐れがあります。北日本方面もすっきりしない空で雨の降るところがありそうです。日中の気温は東日本や西日本を中心に厳しい暑さが続きます。熱中症対策も忘れずに行いましょう。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。